ルートビヒリーデルルートビヒリーデルはドイツの植物学者である。ゲオルク・ハインリッヒ・ホンラングスドルフが率いたサンクトペテルブルク科学アカデミーによるブラジルの博物学探検に参加した植物学者の一人である。探検の後もブラジルで働いた。ベルリンで生まれた。プロイセン軍で働いた後、南フランスで植物調査をしていた。 ラングスドルフの探検のメンバーに選ばれ、1821年にブラジルに渡った。アマゾン川を船で遡上する探検旅行は、1826年の出発から3年間にわたり、ラングスドルフを含む多くの隊員はは伝染性の熱病に罹患する困難なものになった。ラングスドルフが離脱し、ヨーロッパに帰国した後、1829年に、 リーデルもサンクトペテルブルクに戻り2年間の休養の後、再びブラジルに渡りリオ・サンパウロ・やミナス・ジェライスの周辺で植物の採集を行った。1836年にブラジル国立博物館の正式職員として外国人として初めて雇われ、博物館付属の林業試験場を設立し、園長となった。リーデルの名に懸命された俗名。 リデリアは、ツツジ科、クマツズラ科ショウガ科にあるほか、多くの種に、懸命されている。リーデルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルートビヒリーデルを示すのに使われる。ありがとうございます。